にちは、赤ちゃんです。今日は、こちら。じゃじゃーん。これね、シェービングフォームスライムなんですけど、なんかね、様子がおかしいんですよ。ここにね、なんかほら、こういう膜みたいなのができました。今日はね、これの謎を解いていきたいと思います。これがね、何なんだろうと思って、少しずつ剥がしてみます。すごくしっとりして、ちょっともちもちの低反発枕みたいな感じのものなんですよね。なんかよくある、シュワシュワシュワってするアイスバーグとは違うと思うんですよ。硬くないので、すごくソフトなんですよ。で、アイスバーグスライムの作り方とかも調べてみると、ベビーパウダーを入れると、アイスバーグスライムっていうパリパリの膜がこうやってできるスライムになるんですけど、今回そのベビーパウダーを入れずに作るとこのようにちょっとねしっとりとしたものが出来上がりました。仕組みを暴けたらななんて思ってます。普通にねシェービングフォームスライムって作ったらもうその日しか遊べないのかもしれないですね。そのスライムは保存には向かないのかもしれない。そんな気がします。パンみたい。ほらパンみたい。うわあ、ここはちょっと湿ってる。中はここからはね ASMR でお届けします。わあすごい、なんだこれは。ちょっとめくりましょうか。わあすごい、なんだこれは。すごいよ。わあ、すごい。これなん、なんだ、すごくいい匂いします。パンみたい。食パン、食パンのふわふわなところみたい。
今回のスライムいかがでしたでしょうか。ドナルドね、可愛かったね。でもね、ちょっとドナルドを破るところがね、ちょっとかわいそうな感じがしましたね。こう混ぜちゃうともうね、結構汚くなっちゃったんですけど、驚きました。普通にシェービングフォームスライム作って保存できるのかなと思ってたら、なんかね、変な感じになってて、これなんだと思って触ってみるとふわふわで、アイスバーグスライムっていうのはあるのは知ってたんですけど、ベビーパウダーがね、入ってなかったからできなかったそうなんですけど、逆にこれはね、また面白いスライムができたんじゃないかなって思います。食パンみたいなね。で、中身のスライムは結構ベトベトなスライムになってたんですけど、放射を足すことでまた気持ちいいスライムに戻りました。混ぜない方がいいです。きっと、この膜みたいなのはね。で、中身はね、結構もちもちなスライムが出てきました。今ね、すごくもちもちで気持ちいいスライムになりました。これはね、もしね、シェービングフォームスライムのね、保存の仕方知ってる方いましたら教えてください。紙粘土とシェービングフォームを混ぜたらスライムができるかっていう動画をね、最近出したんですけど、あれもね、またね、ちょっと面白いことになったので、それも動画にしたいと思いますので、楽しみにしててください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。